歌マクロス、スマホでカルチャー。こんばんは、エウレカです。今日は歌マクロスやっていこうと思います。いや、そろそろ普段のペースに戻らないといけないですね。夢のような時間はもうとっくに終わっております。そして繁忙期も通り過ぎております。ワルキューレライブ感想動画ね、前編後編合わせて2時間近くになっておりますが、動画の方アップロードしております。まあなんとなくそのライブの雰囲気、イベントの雰囲気っていうのをね、なんか伝えられればいいかなと思っておりまして、動画作りましたので、ぜひご覧いただいてない方は見てみてください。いや本当にね、夢のような世界でしたから。七光ん親の七光の特待生、いや別にそんなに興奮しておりませんよ。まあ衣装の演出の一つなの。そう、いつも通りです。はい、もう何も全然ね、高揚することは何もありませんから、はい、いつもと同じです。いつも通りにね、新しい衣装が出て、まあ所詮星5なわけなんですよ。何もそんなに熱くなることはございません。初回1回引く無料総力ライブガチャ開催中。私の彼はパイロット、パート中が、ライブに、中上楽曲に入ったということで、はい、本日はこちらみくぼちゃんガチャになりますね。はい、いや、まあ、そんな熱くなること本当何もありませんから。まだまだ歌えるわよ。そしてね、いい復刻イベント終わっちゃったような気がするんですけど、大丈夫ですか？今月全然できてない。チケットイベントもね、仕事が忙しかったのと合わせて、その後ね、まあリアルライブがありましたので、そうリアルライブとね比べたら、まあ全然何も熱くなることはないんですよ。ガチャページとりあえず行きますか。とりあえずね。はい、ソリクライブガチャということで、プレート能力見ていきましょう。七光、親の七光、何なんだろう。まあ親なんだろう、難しいですねこの表現ね。春の訪れとともに学園で噂になっているのは、神秘的なオーラをまとった謎の特待生、ミステリアスなほど美しい姿と歌ってるんだ。まるで学園に舞い降りた女神とも言うべきか。これね、去年からかな、このブレジャーっちゅうの、なんちゅうの、セーラー服とは違うちょっと制服風の衣装ね。去年はかなめさん、そしてマキマキの衣装が追加されました。もうそのね、マキマキのレアリティアップ前だったかな、5だったかな、レアリティアップ前かな、ちょっと撮れた、その時はね撮れてないんですけど、マキマキのその星5プレートの背景にね、もうこのクロワッサンが映ってるんですよ。ここのクロワッサンが、あーなるほど来るんだ、そのうち来るんだと思って、楽しみに、全然楽しみにしてないです。うん、みんな熱くなる必要全然ありませんから。ま、まあ、オリジナル衣装っていう、おじになる、そういうことですよ。別に熱くなる必要はありません。新密度スコアアップ、エウレカさんのね、スタメンの相性、ミグモちゃんとバサラキュンの相性がついておりますので、全然熱くなる必要ありませんからね。出現詳細一応見ておきましょうか。まあ、いつも通りですよ。何も熱くなることありません。はい。高嶺の花は女神茶葉。全然ですね。いや、なんか、まるでね、シリルさんみたいなこのキャッチコピーつけられてもね、全然盛り上がらないわけですよ。はあ、ね、はい。月が輝く、なるほど、星4プレートもあります。七光、まあもちろんね、そう、昔はね、星4プレートもね、一応2種類あったんですけど、最近はね、ひっそりと星4プレート1種類しか出なくなっちゃってるんですよ。皆さん気づいてます？歌幕さんのね、微妙なこの締め付け具合。星6プレートっていうのが、
まあ、星6星7プレートってやつですね、が出るようになってから、実はひっそりと通常の星5衣装ね、星5プレートに関して星5エピソードに関しても、うん、締め付けがしっかりと出てるわけなんですよ。うん、なかなか簡単には新衣装取れないように作ってきてるんですね。いや、まあでもそんなにね、うん、はい、無理にね、そんなガジガジやる必要はありません。はい、玉光の、特待生が 12.1。 あ、これだ。あれこん時のなんかセリフありましたよね。ちょっと思い出せないな。三雲がの、違う、三日月が昇るラグナの、夜空に響かっ、あ、なんだっけな、なんかねセリフがあったはずです。これアニメ、テレビシリーズの方ですね、のやつのプレートになっております。まずは一回無料引いてきます。まあ、ここんとこね、そこそこ星5プレートは引けているような気がするんですが、なんだろう、一応ね、このデカルガチャ中にも、なんだっけな、思い出せない、これちげえんだよ、違った、なんだっけな、意味ね、なんだっけな、ダメなんだよ。はい、戻ります。一応ね、このデカル、通常デカルガチャ、月初、月末、まあ、ほぼほぼ月末ですよね、月末から月初に開催される超デカルガチャと、この通常のデカルガチャ、一応ね、この通常の方でもね、星のクプレート出ますから 0.3%、 333分の1ですね。 1% であれば1000分の1、その、約3分の1ということで333分の1で、まあ、1% で100分の1、0.1% で1000分の1、その、まあ、約3倍ぐらいで、なんだかちょっと分かんなくなってきたな、確率が。まあ、とにかく、星6も、まあ、出ることも、出ることも、まあ、もしかしたらありますよ、ということで、割引の10連、引いてきまーす。1回無料、うん、何も来ませんでしたね。でもね、今の読み込みちょっと怪しいんですよね。 0% のところから、だいたいね、星5引けるときは 0% のところからちょっと途中までね、読み込みが進んで1回止まってから進むわけなんですよ。これはね、もしかしたらあるかもしれないですね。はい、バルキリーが1期3期5期飛ばねえなー、ないなー。あ、いや、まだわからないですよ。動き飛ばないからといって星、うーわ、こんな感じですわ。日の丸なわけですわ。はいなー。はい、玉光の特待生、エピソードいただきの、よくも俺に歌わせやがって、ガムリさん、ガムリさんか。おいおいおい、どんだけガムリさん、玉光が重なっていきまーす。星にきらめく、はい、はいな、なんか似たようなプレートっていうか、ガムリさんが多すぎる。ラスト星4。あ、白昼の逃亡劇。もうすでにこれは、ラック20まで進んでおりますね。エピソードが追加されました。最初は、これなの裏勝ち。あ、なるほどね。確かに、レイナさんが言ってましたね。コネ裏口とかね、言ってましたね。いろいろ言われた三雲のワルキュレイリー。今やそれを言うやする者はいないだろう。だろう。ちょっと待った。白昼の逃亡劇シークレットボードがそろそろ40とか迫っておりますね。それこそね、なんか星1プレートは、あの、なんだ、バルキリーオペレーションでもらえるプレートとか、もう500、600とか言ってますからね。はい、そうしましたら、まあ別に特に熱くなる必要もないんですけど、あ、全然ね、あ、ちょ、これ、あ、これ欲しい、シービル覚醒。今ね、プラス4までいってるんですよ。で、こちらのプレート、肝心なのはこれね、脳付き対地、アイテム、10ついてるんですよ。でね、基本的にね、もう最近はスキル勝負になっておりますので、このライブスキルのね、ここら辺の能力の強さによってスコアが変わってくるんですけど、でもこのプレートね、もともとね、このトータル値っていうのが高いんですね。そして、この脳通期待値アイテム、
がついてるっていうこのプレートはチケットイベント中に使うことができます。まあでもこれね、シビルさん好きなのでね、プレミア化させたいと思っております。これ引きたいですね。そうしましたら次は、まあ20連目、シビル覚醒を引くためにね、20連目引いていきますよ。軽い感じでね、軽い感じでね。おっと、読み込みが入りました。今のはね 12% ぐらいで一瞬引っかかりましたね。これは、間違いなく星5が出るでしょう。いやでもね、なんかここんところね、何なんだろう。おっと、2枚、星5、2枚。なんだかんだね、星5の引きはいい感じではあるんですよ。シビルさんね、シビルさんね、玉光の特待生が来ております。重なってどんどん、あ、うわぁ、うんたは元気。一瞬でカットイン来るかとか思った。一瞬ホワイトアウトが長かったんですけど、いやちょっと待って、前回ね、かなめさんガチャで星5 3枚引いて玉光来ますね。星5 3枚引いてピックアップじゃない、ピックアップじゃない、ピックアップじゃないっていう、そういうな、ガブリンさん多いな、なんかそういう流れでちょっと来てまして、さあどうだ。はい、TikTok スターか。なるほど、 TikTok スター多分これ重なったかな。どうなってるんだ。いやいや、全然熱くなっておりません。全然熱くなっておりません。しっかりと星5プレート引けてるので気にしないでいいです。あー、クラキそこから譲るもの、星4認め合う2人だったかな。うん、当たった。いや、ランカちゃんが重なりました。フォールドハスコアアップだったかな、確かこのプレート。これこれでいいと思いますよ。そうですね、フォールドハスコアアップが重なってるのはね、多分まだ1枚ぐらいしか、下手したら0枚ぐらいの勢いなので、一応サブスタのね、サブスタメンのカナメさんが入っております。ランカちゃんもまあまあね、サブに入れるぐらいの能力持っておりますので、まあいいんじゃないんでしょうか。OK、 はい。歌は元気な初期の初期プレートですよね。さあ次で30連目、通信中がちょっと長かったような気がしますが、読み込みが入っていきます。 1.40% ぐらいのところで引っかかりました。まあこれはもう大丈夫でしょう。そう、星5の引きはいいんですよ。いいんです、いいんです。なのに、おっと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 、星4まみれだぞ。星4まみれ。まあ、どっかでカットインいきますね。歌エネルギーの光。朝焼けに輝く笑顔。あ、ただの天才。聞いたぜ、お前の歌。カットインきません。あら、ジェフリーさん。船乗りのジョッカー。嵐に吠えろ、ここか、この胸の高鳴り。うっそー。絶対に帰らん。ちょっと待って、星5プレート6連続でピックアップ外しです。星5プレートの出現率 5%、 ピックアップの出現率 1.6%。 星5が引けた時のピックアップが引けるのは、あ、ここ来るか、この2枚抜き2連続。いやー、引きはいいんですよね。引きはいいはずなのに、ツンデレラステージ、なんだこれ、どうなって、あ、ジェフリーさん重なりました。どうなってるのこの島は。ドレミファドレミファドレミファドーナッツですよ。いや、ツンデレラマジで。これはね、星6プレートとかが実装される前にセンタープレートとして活躍してたやつなんですね。そう、命プレートアップということで、そしてね、アクティブスキルがコンボーナス。いや、結構使いましたね、このプレートは。ただもう今更なんですよ。ラック11、結構進んでます。あ、一応拡大できますね、ツンデレラ。あ、このマイク、プロプリカとちょっと違いますね。ブラックバージョン。へー、こういうのもあるんだ。
プロプリカね、6月ぐらいかなに届く予定なので、ちょっとそこら辺もね手元に届いたらなんか動画作ろうと思っております。はあマジかよ、ちょっとどこまでこれ、どこまで星5引かされ続けるの。いや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 、そしてね、絶対に帰らんもね、これもどうなってるのこの島は。いやあれまあ、まさかね2枚抜きが2連続で来るとは思わなかったんですけどさあ読み込み再び入っていきます。バルキリーが一気、いや今度こそ来るだろう、さすがに来るだろう。ラストで星5ですね、見ていきます。やけに騒がしくなっちまったな、やけに星5が引けているな。んこれ何十年目だ、星5すでに4枚、もっとスピリチュア、これギールさんが出てくるやつですね。レアリティアップすると、俺はバサラの歌を信じる、俺は俺の引きを信じられない、全然信じられない、ダメなんだよ、ほんとダメなんだよ、ピックアップ引かなきゃ、ピックアップ引かなきゃ、天才ダメなんだって、どうだちょっと、8連続トリロリブライド、トックの塔に重なっ、ちょい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 、これで5枚目っていうか5種類目ぐらいの勢いじゃないですか、星5、一旦戻りましょう。ちょっとねこれ、出現詳細、これどんだけ出てる、ちょっともうわからなくなってきました。40連か。今、40連引いてますね。2900から始まって、40連引いてます。星5、5、10分の1以上の確率で、星5プレートを引いております。ね、かぶったのあったかな、どっかかぶったのあったかな、多分ね、5種類別のもん出てると思うんですよ。絶対に帰らん出ましたね。歌は元気出ましたね。シビル覚醒引きたいっていうのが出てません。ホリーロリブライト出ました。ツンデレラステージ出ました。あと、TikTok スター出ました。ちょっと待った。はい。この確率見て 1.600% でしょ、0.378%、 まあ少なめに見積もって 0.35 ぐらいでいいですか。じゃあそれが、0.35 が、5種類引けてます。7の14の 17.5%、 うん、トックの塔にねこの5枚引ける確率がこのピックアップの確率を超えてるんですよ。いやー、どうなってる。そしてせめてシビル覚醒引けやな引いとけよいやでもこれでシビル覚醒来たらそれそれで本当に笑うけど、ちょっと待った、まあ、星4の可能性もあります、星4の可能性もありますけど、いやさすがにこれはね5機、はい、星5が出ます、ピックアップが出ます、ありがとうございます。2枚抜き3回目、どんだけ星5引くんだ俺は。サボりまはやーて、むしろピックアップがサボってるぞこれ、この変態、あ動くなこの変態、いい歌が好きだから星5が感じる、星6か、どうなるのこれ、どうなるの、どうなる、きたやったー、 It's a with hope、 レッツ読めてね、レッツ、はい、持ってなかった星6プレートです。一応衣装としては取れてるんですけど、まあいいでしょう。新しめの星6プレートいいんじゃないでしょうか。ちょっと待った。まだ。星5まだ来るぞ。あれ ?2 枚出なかったっけ、あれ俺の見間違い、あれラストか、ラストのか。いや、てか、どんだけ玉光来てるんだ、ここですね、ここですね、ここで、くっそー、半ジュレーどんだけばらけるの、んあれ俺持ってた、んあれ持ってたみたいですね。レッツエール、イッ
ッツホープ、あれ持ってた、あれどっかで弾いたのか、すっぽり忘れておりましたが、はい、ここで宣伝させていただきます。明日から総力ライブが始まります。イベント4日間続きますね。この総力ライブ中はエウレカスタジオでは生放送夜10時からお送りさせていただいて、たみかみ夜10時から生放送をお送りさせていただいております。その時にね、この弾けた、その月に弾けてる星6プレートのデカマスコットを設置したり、これね、レアリティアップするとフルボイスストーリーっていうのが解放されましたね。このフルボイスストーリーが解放、そう、リアリティアップした時、フルボイスストーリー1、2両方聞けるようになった時だけフルボイスストーリーを聞こうと思って、やっておりますので、ぜひとも今月生放送お付き合いください。1日目には多分やらないと思います。2日目か3日目か、4日目にやると思いますので、はい、マキマキのフルボイスストーリー聞きたい方はぜひ生放送、お越しください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。おお、マジか。いや、これは喜ぶべきだった。いやいや、嬉しいです、嬉しいです。はい、素直に嬉しいです。おー、リアリティアップしました。そう、このプレートね、はい、スクショタイム。ちょっと最近ね、椅子のギシギシ音がちょっとうるさいので、まあ、ちょっと油さしたりちょっと締め直したりしようかなと思って、はい、揺れてるね、お胸が揺れてますねそう、サブアカでね、まあ、サブっていうほどプレイはしてないんですけど、タブレットの方でね、ログインだけはしてるんですよ。ログインして1回無料まあね、弾いたりしてるんですけど、そう、タブレットの方で弾けてたプレートなんですよ。自分の方では弾けてなかった気がしましたけど、うん、弾けました。はい、お胸が揺れてます。なんかお胸がピカピカ光ってます。いやー、ビリーブインニューニューいいですね、2つのニュー。はい、失礼いたしました。おい、ちょっと待った、これちょっと待って、今月弾けてない星5がなくなるぞ。ていうか、なぜ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 覚醒しないいや、ここまで来るとな、さすがにまあ読み込みねえよな、ねえよな、さすがにないって笑ってますよ。これで60連目です。60連で星5、6枚。これもスキップでいいかな、さすがに。もうシークレットボード9まで進んでますよ。マジか、久しぶりにね、三雲ちゃんにこんだけ苦しめられてますね。